はい、こんにちは。今回はミスマッチのせいで実力差がありすぎて滅多打ちになった試合を紹介いたします。クーエルナンデスの下でスタイリッシュなボクシングを構築したカルロス・アラテは39戦全勝、38KO の戦績を引っ提げて、1976年5月、WBC 世界バンタム級王座に挑戦し、9ラウンドで KO し、世界王座を奪取しました。世界王座を奪取したサラテは、1977年4月に WBA 世界バンタム級王者アルフォンソ・ファムラと相まみえました。 WBA 王者ファモラは29戦全勝全 KO、 WBC 王者ファラテは45戦全勝 44KO と、この戦いは世界中で注目され、それに応えるように両雄は序盤から激しく打ち合いました。パワーで劣るサラテですが、経験と防御で上回り、徐々にテクニックの差が出始めて、サラテが第3ラウンドにダウンを奪いました。続く第4ラウンドもサラテはナイフのごとく鋭利なパンチをヒットさせ、ダウンを奪いました。起き上がったファモラですが、サラテの波状攻撃が炸裂し、この試合3度目のダウンを喫した時、ファモラの父が救出のタオルを入れ、サラテが全勝対決を制しました。サモラ戦から7ヶ月後、サラテは4度目の防衛戦でファンフランシスコ・ロドリゲスと敵地スペインで戦い、序盤早くも左ボディーブローで2つのダウンを奪いました。47戦全勝 46KO の王者ファラテに対し、挑戦者ロドリゲスは8勝1敗1分けと経験がないため、全くファラテの相手にならず、ファラテが第5ラウンドにめった打ちしたところ、挑戦者はフェインを喪失し、試合は終演しました。日本ライト級王者の高山選手は1974年12月、コスタリカで WBA世界ライト級王者石の拳ロベルト・デュランに挑戦しました。後にレナードやハーンズ、ハグラーと名勝負を演じ、レジェンドとなったデュランは試合開始のゴングと同時に高山選手に襲いかかり、試合開始50秒、強烈な右パンチで高山選手からダウンを奪いました。高山選手は起き上がりましたが、歴代ライト級最強の石の拳から繰り出されるパンチは強烈で、ダウンを追撃され、世界ライト級王座の壁はあまりにも高かったのでした。そして挑戦者の田畑康明、王者セルバンテスは長いリーチから鋭いカウンターを放ち、ここまで7度防衛した強い世界王者です。35勝 22KO、7敗の門田選手は、サウスポーの強打者で、3年前にはガッツ石松選手を KO しております。門田選手はキャリア序盤は負けが込んでいましたが、アメリカ遠征で5試合戦い、そこで急激に強くなった選手です。ライト級の門田選手は1階級上の世界王者セルバンテスに倒されても倒されても起き上がり、長打を打ち続け諦めないのです。門田選手の夢は8度目のダウンとともについえ去りました。アマチュアプロと負けなしの戦績を誇ったリカルド・ロペスは防御も攻撃も完璧で、WBC 世界ミニマム級王座を21度防衛し、ライトフライ級と合わせて2階級を制覇しました。1994年9月に行われた WBC 世界ミニマム級王座の11度目の防衛戦でヨドシンを初回 KO したのですが、左フックのタイミングと切れ味はまさに見事でした。また13度目の防衛戦でヤミール・カラバジョに放った右ストレートの軌道は本当に綺麗でした。絶対王者ロペスは1996年12月に WBC 世界ミニマム級王座の18度目の防衛戦にパク・ミョンソプを迎えました。挑戦者のパクは11勝4敗の成績で、この成績でロペスに挑戦するのは無謀に感じましたが、実力差は歴然でロペスの出すパンチがことごとく決まり、初回早くも強烈な左フックをヒットさせてダウンを奪いました。パクは起き上がったものの怯えた表情を見せ、あまりのロペスの強さに戦意を喪失しており、ロペスが的確なコンビネーションパンチを放ったところ、レフリーが試合を終焉させました。元日本ミニマム級王者徳島久志選手は敵地韓国に乗り込み、WBA 世界ライトフライ級王者ユー・ミョンウーに挑戦しました。スリムな体の徳島選手はスピードに乗ったアウトボクシングが得意なのですが、コリアンファイターユー・ミョンウーに中に入られ、序盤から連打を浴びせられ、気の強い徳島選手はアウトボクシングをせずに打ち合い、第4ラウンドにボディを攻められダウンを喫しました。32戦全勝の王者ユー・ミョンウンはこの試合が14度目の防衛戦で、これまでの相手を一度打ち出したら止まらないソナギと呼ばれた連打で沈めてきましたが、14度目の防衛戦もソナギパンチでダウンを奪っていきました。ユーミョン軍はデビューから13戦すべて判定勝利とパンチ力がないボクサーですが、だんだん攻撃の技術が上がって防衛戦の多くを KO で飾っており、第6ラウンドも立て続けにダウンを奪いました。負けん気が強く練習熱心な徳島選手は5度ダウンを喫しましたが、諦めず打ち合いに行ったものの、第7ラウンド徳島選手が王者のソナギを浴びている中、レフリーが試合をストップしました。